welcome to our channel today and welcome to our live show. I'm Yoshi Kasahara. I'm Catherine Jackson. 川堀にちこです。どうも皆さんこんにちは。昨日ですね、YouTube でプレミア公開をやってですね、そこでたくさんメッセージをいただきました。で、キャスリンの、におすすめの、場所っていうのをいろいろ書き込み入れていただいたので、まずキャスリンからお話があります。皆さん聞いてください。はい。Thank you very much for your recommendations. Thank you very much for your recommendations. I'll be sure to check them out. They sounded very interesting. Thank you. Mm. Thank you so much. So, お台場のですね、大江戸、温泉とか、江ノ島とか、また京都とかね、いろんな場所、挙げていただきました。ありがとうございました。もしね、皆さんも気軽にですね、このチャンネルで、メッセージをいただければと思います。今日はですね、やはり外国人を迎えるというテーマでいろいろ話をしていきます。で、最初のストーリーがですね、いろいろ神社のことを教えてとか、外国人に聞かれることがあると思うので、そのことをいろいろ触れていきたいと思います。まあ、皆さんからするとですね、神社、お寺、ね、区別が難しいっていう方もいらっしゃるかもしれません。それから、神社って、なんだろう、なんだっけみたいなね、初詣行くけどみたいな、お寺は、まあ、お葬式とかね、あと法事とか、そういうふうに思ってる人もね、多いですよね。だけど、はっきりとね、分かれていますので、その辺と、あと、海外でもですね、いろいろ分かれたりしてます。で、もちろん皆さん一番覚えておいていただきたいのは、キャソリックと、そのキャソリックがね、免罪符とか、はい、売ったりしてちょっと、うん、ちょっとあれじゃないって言って変わったのが、宗教革命があってプロテスタントが出てきて、でイギリスはその後キャソリックから抜けて、チャーチオブイングランドを作った、まあ、ほんと大まかにね、はい、あります。でアメリカに行ったピューリタンたちはプロテスタントで、はい、この間話したサンクスギビングとかね行ったという話、しました。そんなのね、まあ、バックの皆さん知っておくと海外行くときにね分かりやすいと思います。アメリカの方は通常やっぱりプロテスタントね非常に多いです。で、まあ、今日は日本の神社の話ですけど、海外の宗教のことも少しね用語のことも話したいと思います。それでは、これから、そのことについて話します。じゃあちょっと私たちも一回座ってですね、皆さんにもっと説明したいと思います。 OK、 ではちょっと座りますね。はい。さあ皆さんどうでしょう。まず最初のストーリー、これはヒロシに対してですね、リズィがヒロシにですね、はい、まあ教えてと、ね、はい、いうことで、皆さんリズィ LIZZY、 これはリズと同じですね、はい、エリザベスのことをですね、はい、エリザベスさん、ね、そうなんです。日本人からするとね、リズとかリズィがエリザベスになるっていうのは、はい、なんだろうってね思う。じゃないんですね。なんだろうってね。いやもちろんね、いろんな呼び方は自由なんですけど、まあそれをちょっと知っておくといいですね。ヒロシはヒロの場合も別にしてもいいと思います。短く半分に切るとかね、いいと思います。まあそこの話の2人のお話になります。なのでぜひこれを、聞いて、その後また私たち説明しますのでお会いしましょう。どうぞ見てください。Okay, stay tuned. Also, let's get started with this video. Okay, ready, go. Five-step listening.Welcoming foreign co-workers to Japan. 外国から出張で来た同僚に日本を案内。Skip three. Japanese culture. 日本の文化。First step. Can you show me around the shrine, Hiroshi? I don't understand what to do. Sure. Let me show you.First, be sure to wash your hands and mouth. Please don't drink the water, though. Okay,
Now what do we do next? I'd like to show you how to pray. Is that okay? Of course. Please do. Second step. Can you show? 見せていただけますか? Me? 私に Around? 周辺を The shrine? 神社の Hiroshi? Hiroshi? I don't understand. 私はわからないわ。 What to do? 何をしたらよいか。 Show? いいですよ。 Let me? 私にさせてください。 Show? 見せることを You? あなたに First? まず Be sure? 必ずしてください。 To wash? 洗うことを Your hands and mouth? あなたの手と口を Please? お願いします。 Don't drink? 飲まないでください。 The water?水を。どう?でもね。OK。わかったわ。Now。さあ。What? 何を。Do we do? 私たちはしたらいいですか? Next。次に。I'd like。私は望みます。To show。見せることを。You。あなたに。How to pray。お祈りの仕方を。Is that? それはありますか? OK。大丈夫で。Of course。もちろん。Please。お願いします。Do。してください。Third step.Can you show? 見せていただけますか? Me? 私に Around? 周辺を The shrine? 神社の Hiroshi? Hiroshi? I don't understand. 私はわからないわ。What to do? 何をしたらよいか。Show? いいですよ。Let me? 私にさせてください。Show? 見せることを You? あなたに First? まず Be sure? 必ずしてください。To wash? 洗うこと Your hands and mouth? あなたの手と口を Please? お願いします。Don't drink? 飲まないでください。The water? 水を Do? でもね。OK. わかったわ。Now? さあ。What? 何を Do we do? 私たちはしたらいいですか? Next? 次に I'd like. 私は望みます。To show? 見せることを You? あなたに How to pray? お祈りの仕方を Is that? それはありますか? OK. 大丈夫で。Of course. もちろん Please? お願いします。Do? してください。Fourth step. Can you show me around the shrine, Hiroshi? I don't understand what to do. Sure. Let me show you. First, be sure to wash your hands and mouth. Please don't drink the water, though. Okay. Now what do we do next? I'd like to show you how to pray. Is that okay? Of course. Please do. Fifth step. Can you show me around the shrine, Hiroshi? I don't understand what to do. Sure.Let me show you. First, be sure to wash your hands and mouth. Please don't drink the water, though. Okay. Now what do we do next? I'd like to show you how to pray. Is that okay? Of course. Please do. さあ、皆さんどうでしたか?どうも。ね、どうでした?わかりやすかったでしょうか?で、これについて一個一個ちょっとね、説明をしていきます。ぜひ、なんか質問があったらどんどん書き込んでください。その場で答えます。ではですね、画面がちょっと切り替わって、テキストが出ますので、それを見ながら、私たちの顔ももちろん出ますので、見ながら、勉強してみてください。よろしいですか?じゃあ行きます。はい、どうでしたでしょう。ちょっとなんか今変なノイズが入りましたが、今見てください。これの、にあるようにですね、これタイトルです。ちょっとずっとずらしますね。日本の文化について語ってます。で、まずリズィが Can you show me around the shrine? ヒロシ I don't understand what to do ね、こういうふうに言ってます。Show me around ね、Show me around っていうのはこう大体のところを見せてくれない、教えてくれないっていう、はい、あ、ちょっと待ってください。言ってない言ってないですね。はい、わかりました。ついてこれないですね。わ、うん、かりました。あ、これですね、画面ね。ごめんなさい、はい、さあ、ごめんなさい、画面動きます。リズィのところ、今ラインをごめんなさいね、行きました。で、リズィが Can you show me around the shrine, Hiroshi? I don't understand what to do. で、Show me aroundっていうのは街中をね、こう我々いろいろやるときも使ったりもするんですけど、 show me が teach me なったり、そういう買い方もできるんですよ。 could you show me ね、around なんとかね、 around shrine で、 shrine についてテンプル、あ、でもテンプルじゃない、 shrine について神社について教えてということを言ってます。同じです。で、これについて私ちょっと皆さんとお話したいと思ってこう書きましたね。で、あとは、よく使うのが Would you like me to show you around? これは外国人にこう言うときに、
ね、もしよかったら僕にいろいろ説明させてもらおうかな。ね、説明しようか、教えようかって時ね、Would you like me to show you around? っていうのを使います。あなたしてもらいたいですか、お望みですかっていうね、聞く時に使います。あの外国人に、ぜひですね、あのこの言葉をかけてあげると喜ぶと思います。ぜひ、それをやってみてください。ね、Maybe it's a good idea, right? Katie, it's a good phrase. Good phrase. Would you like me, even would you like me to, blah, 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 anything. Would you like me to help you? Would you like me to help you? ね、あの、would you like me to order it for you? ね、あ、レストランとか。でも、would you like me to do it for you? Do it for you. Anything 使いますね。Would you like me to? Would you like me to? ね。で、この場合はちょっとつけて、can you show me? Can you show me around the shrine? Can you show me? ね。show っていうのは見せる。だけど、やってみせるってこともあるじゃん。はい、だから、それで、書いてます。で、覚えておいてください。ね。で、このか、show me around とか teach me how とか、そういうのは後でまた教えますが、ちょっと下へ行って、あの、church、ね、church、ね、church、これは、まあ、皆さんにとって教会です。で、宗教的なものが変わると、神社は shrine、ね。シュライン、ここに書いてありますね、シュライン。シュライン、言ってみてください。シュライン。シュライン。そう。で次はですね、テンポ。テンポというのはお寺。お寺。くちゅ？テンポ。テンポ。テンポ。そう、みんなで大丈夫ですね。この辺がやっぱり一番多いでしょう。ね。私たちの方で、この話はよくすると思うので、入れておいてあります。で、神社の、はい、神主さん、はい。これ英語では、プリスト。ここに書いてある、プリストって言います。プリスト。プリスト。プリストって言います。で、このプリストっていうのは、教会でも神父さん。はい、これもプリストです。プリスト。で、僕が一番最初にの印象を、ね、覚えた時、まだ若い時の印象は、はい、プリストは毛がある。毛がある。マンク。マンク、お坊さん、お寺のお坊さんはノーヘア。で、キリスト教でもマンクがいるんです、マンクス。お坊さんが、はい、ここにほらここに毛がない人いない、ここのところだけ剃っちゃったりして、横はあるんですけど、フランシスコ・ザビエルみたいな感じですか？そう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 、あれはマンクです。でマンクっていうのは一番この下に皆さんね、この四角のあのディスプレイの一番下にお坊さんって書いてあるマンク、はい、ね、これはあの修行してるわけですよね。修行を一生懸命してる人のあれで、髪の毛があの仏教のお坊さんは全然ね、なるべくなくしてシェイブしてしまう。で、そうじゃないお坊さん、あの、キリスト教のマンクもね、やっぱりこう髪の毛を切るっていうのは私がそういうふうに最初覚えました。で、プリストは毛が大体あります。はい、ね、あの自然になくならない限りはあります。自然になくなった人は何て言うんですか？自然になくなってもプリストはプリストですね。はい。さあ、それから、僕が、そう思って行ってアメリカ行った時にびっくりしたのがミニスター。ミニスター。ミニスターっていうのは、まあ、あのミニスターっていうのは、はい、あの例えば日本のプライムミニスターって言ったら総理大臣、はい、ね、ミニストーオブエデュケーションだったら、例えば文部省、昔文部省ね、うん、あの今ミニスターは例えばエデュケーションのサイエンス、ね、教育と科学で文科省、文部科学省の大臣、ミニスターで、ミニストリーって言ったら何とか省、はい、言い方なんです。で、まあこれは今ここのポイントじゃないんですけど、ミニストっていうのがいたわけで、僕の知り合いの女の子のお兄さんが、ミニスターだっつって、うん、で一緒にお食事したんですよ、はい、ミニスターって何かなと思ったら、あ、じゃああれプリストと同じかなって思ったんですけど、はい、なんかプリストではないんですよね。うん、なんかケイティとも話したんですけど、ミニストはそこまでチャーチに入り込んでなくて、そんな修行もしてないけど、あの、まあ、いわゆる結婚式とか、うん、そういうセレモニーをいろいろやったり、うん、Maybe there are funeral too? Maybe. Funeral. なんかお葬式なんかも取り行ったりする時の神社から来る人がミニスターですね、はい、神社からこう検査されてくると。で、プリストはもうちょっとだから中に入ってるっていうようなことを、役職として、そうですね、そうですね。なので、次ですね、次は、2ついきましょう。プリスト、あ、プリスト、you said that, sorry. ミニスター。ミニスター。そう、ミニスターとプリスト。
Okay, じゃあ、はい、minister ですね。minister。minister。minister。そう、いいですね。はい、そんな感じです。それから、pastor。これ聞いたことあります？pastor。あの、パスタじゃないですよ。イタリアンパスタ。pastor。ね、そう、これは僕、あの、パスト。そう。で、これは、牧師さん。なんだけど、僕の中でもそんなによくは区別がないですけど、Do you have any kind of definition for the pastor? I think the pastor, he looks after the parish, the church, the local church. We're getting quite into Christian religious hierarchy here. そう、そう、あまり細かくね、こうレベル分けるのもあれなんだけど、もうちょっとローカルのね、人々のことをやったり。で、知ってます？結構、日本って神社があったらその地域をこうやっぱり総代さんがいて、はい、こうまた宗教とは違ってこうやってるじゃない、はいはい、ああいうのって教会もそうなんですよ結構その地域のこう中でこうソサエティができてる、あ、地域密着型ってこと、ね、それにもっと、ま、含まれてるパストっていう人はもっとそれに入ってる、うんうん、で私ここにちょっとねミニスタープロテスタントって書いちゃったんだけど、プロテスタントってわけじゃないですから、なんか僕のイメージでプロテスタントのほらアメリカでね多かったんでいたんですけど、まあ社会に、の中で、プリストほど中地に入ってない、こういろんな関わり加減ですね、それでやってます。でマンクは先ほど言ったように、髪の毛が基本的にないです、見た目ですね、分かる、修行中の修行中ですね、じゃあこの2つパーストと、マンクの発音をキャサリンにやってもらいましょう。マンクボスPastor and monk, both. Pastor, monk. Pastor, monk. Pastor. Pastor. Sounds very much like pasta. Pasta, pasta. Pasta. なんか食べるパスタの方を、ね、食べちゃいますよね。そうなんですよね。ちょっと近いものがあります。で、僕の方でね、なんだろう、修道女の人、はい、アマさんのことはなんて。ナン。ナン。また食べ物。食べ物。それで、インディアンフード。ナン。ナン。N-U-N。N-U、これ書かなかったんですよ。N-U-N。で、この人たちは、まあ、フィメオ、女性版のフィメオマンクみたいな感じ。私がこう言ったらなんだけど。修行をしてるよね。はい。まあ、基本的に結婚はしないで、はい、ね、そのままお使いする。そんなナン。修道院の女性、修道女のことを言います。ね。あと、ここに書かれたんですけど、まあ、大事なこととして、何があるかな、ビカ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 ってのはちょっとビビってビカビカビカ、そう、じゃあキャスリンの後についてビカ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 、そう、キャスリン、what's ビカビカ、like a localパスター、ミニスター、やっぱりこれも 社会と、で、ヴィカは結構セレモニーとかもやったりします。あ、はい、社会とやっぱり一体となって、で、今日ね、その話をしたら、ある、シットコム、ムービー、Is that a movie? Like a Vicar of Deeply. They did specials, but never a movie, a sitcom. So,Vicar of Deeply っていう、そういうテレビ番組、大ヒットした番組。I recommend. 面白いので見てください。Vicar of Deeply. Is that? Yes, yes. Deeply. 何年前ぐらいのものですか？ How old is it? It started in 1994. 1994年に始まりました。And finished, I think,2007年終了。10年以上で結構だ、長いシリーズ、長いシリーズで大人気だった。コメディです。シットコム、シットコムって知ってます？シットコム、セコン、シットコム、シットコムっていうのはお家でアハハハって笑いながら見るコメディ、座りながら、そう、シットコム、シットコムね、これはよく使いますよ、シットコムね、はい、まあ、いわゆるコメディ、リラックスしたコメディ番組ですね、日本では結構ね流行ってますよね、まあ、そんなので、取り上げられました。あとはビショップ、
っていう人はもっと上にいるんです。プリストたちの上にいる。ちょっとビショップというのも皆さん覚えておくといいです。まあ、ここでは特にまだそこまで、ね、取り上げないです。だそうそう。あと日本にねご訪問されてたあのローマ法王、はい、法王のことをポープって言います。あ、言います。P.O.P. にポープ、うん。これも覚えておくといいです。うん、ビショップ and ポープ。ね、これもっと上にいると。それ以上のことは私もあんまりわからないです。そのぐらいを知っておくといいんじゃないかなと思います。はい、皆さんもあんまり知らなくても、あの、気にしないでください。安心して見てください。じゃあ、ちょっと下に行きますね。あの、ヒロシが、ショー、いいですよ。で、これね、イエスと同じですよね。皆さんも知ってる。ショー、いいですよ、いいよって感じですよね。Let me show you。ね、Let me show you。これ、後でやりますけど、Let me show you。お見せしましょう。ね、Let me。Let me 私にさせてください。で、見せること。で、見せることもそうだし、教えることも、ショーは、それが入ってます。あの、昔ね、なんかこう見せてあげて、というのは教えるって言って同じだって日本語でも言ってましたけど同じように使います。 で、でここであの物をこう説明するときにはい next 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 というよりも、はい、first first 初めに一番目にないないしてね、あの second なんとかなんとかしてね、それから then とか and then それしてそれから then とか何かやった後 after that その後にまたね、それから最後に finally ね、あと finally っていうのは終わりにね、最後にあと now さてっていうとかねやります。それから私もあの今日ねあのキャスリンと話してて、あもちろん next もあるよね、それから and から and thenね、and then and then and next and now and finally、ね、そう結構ねみんな外国人変えていきます。だから、自分たちも説明するときね、なんかほらあのレシピとかあのクッキングショーとかね、 first ボウトボール and then kind of simmer なんとかとかね、よく言いますよね、カットアップチョップアップなんとかとかね、そういうときに、first second ね then とかAfter that、ね、それが終わったらね、それが終わったらねとかいうの使います。 Now we are going to do this とかね、よく使います。 Is that right? that kind of way so で使いますね。皆さんもよく覚えておいてください。これはどうしようか、Maybe Catherine, could you just maybe do that? Okay、First Second、okay.Then, after that, now, finally, next, and then. OK. そんな感じです。まあ、こんな感じで皆さん続けて言うんだよっていうのを覚えておいてください。ただ単にね、and とか、next だけだとね、つまらないですから、then とかね、now とかね。Second とかいろいろ言うといいと思います。After that ね、これもいいと思います。それから、Be sure to。Be sure to。うん、Be sure。Sure っていうのは、はい、確かにっていう意味なんですよ。はい。だから、Be sure to、Make sure to、うん。あの、明らかに Be sure to と Make sure to は、はい、私の頭の中で違いがありますけど、うまく説明がね、なかなかできないですけど、うん、確かにしてくださいねっていうのと、必ずしてくださいねっていう感じ。だから、be sure to なんとかっていうときは、それ必ずやっといて、やっといてね、必ず。うん、make sure ってのは、確かにそれをやっといてね。うん、これはビジネスでも使えます、うん、使えます、使えます。be sure to clock out。ね、西子さん今日ね、帰るときね、タイムカード教えてよ。be sure to clock out。うん、be sure to なんだろう、reserve the hotel。ね、Please make sure you なんだろうな、you please make sure you だとちょっと違ってくるけど、make sure だとなんかこう何かあなたがやることを確かにしてくださいっていう感じ。Is that the way? Yeah, any comment? Make sure you don't forget to send the email. Send the email. I'll write a memo now. Make sure. そう、確かにやっぱりしてってことなんだけど、ちょっと違いがある。さあここまで何かコメントはないですか。ちょっとね真面目に講義してますから、どんどん質問してきてください、よろしくお願いします。では
次のページに行きますね。次私が用意したのは、これです。さあ、ヒロシが、I'd like to show you how to pray. Is that okay?、ね、I'd like to show you how to pray. pray.、ね、やってみせるからね。で、pray は P-R-A-Y。 皆さんが遊ぶっていうのとか、うん、何かを、ね、pray するっていうのは P-L-A-Y です。はい、この発音がどうなのって西子さんからありました。OK! Catherine, let's get started! P-L-A-Y, P-R-A-Y、はい、Now. So, pray, play. 難しい If you look at my mouth. OK, look at her mouth. Look, play.、Yeah.Play, pray, pray. そうで、このね、さ、日本人にとっては永久、永遠な悩みと言われています。で、ただこのね、言い方の違いが分かると、はい、こういうふうにやってるだろうなと思って聞き取れるようになってきます。で、なぜかというと明らかな違いがあるんですよ。 out、 out の違いね。 out っていうのは舌がどこにも、上顎のどこにもタッチしない、はい、で、アメリカン O はディープなんですよ。ううって感じで、O、アメリカンで、ブリティッシュはそこまでじゃない、でもタッチしないで、でもプレイの方はこの前の、はい、上の歯じゃないですか、上顎の、はい、この下の根元に一回プレイってタッチする。プレイ、そう、レイ、Ray, no touch,、うん、play, l, touch, l, play, don't play. OK. じゃあどっちか言ってください。じゃあ、はい、右上げるときは、青ね。はい。で、左が L。はい。OK、西子さん、close your eyes. はい。Pray, pray. え?そう。でも分からないですよ、うん、でも今想像したのは舌がついてるかついてないか、はい、でそれを今度自分で言ってるうちに分かるようになります。で、このニコニコチャンネルまたはこのビデオでは、こういうのを必ず入れていきます。必ず発音が出てきたら必ずね取り上げていきます、はい、で、せっかくねネイティブスピーカーのキャスリーがいますので彼女の発音から皆さんも学んでくださいね。で、特にメカニズムについては私も知ってるだけのことを皆さんにねお伝えします。この後もね SH と S の違いとかそういうのも後で今度ね触れることになると思います。ぜひ掴んでください。で、ちゃんと言えることがすごく大事ですからね。じゃあ行きましょう。では、これですね。 I'd like to show you how to pray、ね、で、 pray の次ね、 show how to っていうの出てますね。ここでね、私何個かあげました。show you how to または teach you how、 これね、基本同じ感じ。ただ皆さん show だとただ見せるっていう感じがするじゃない、うん、でも違うんだよね。 show にも教えるというものがあります。強いて言えばやって見せるところがあります、はい、例えばこうやって言うと、うん、こうだよって教えるのとこうやるんだよって教える、ちゃんとやるのはやっぱ show のがこっちの近いわけです、うん、同じ教えるでもね、それただほとんど同じように考えてください。Right? Kind of the same.、Mm. So, to show you,、mm. visually show, visually show you,、mm. and teach you. There would be a visual. やってみせますよって。うん。そう、だから、まあ、できればほら、このビデオもそうじゃない。ね。ビデオを見て皆さんが学ぶ。例えば今も、play と play と pray の違いをケイティがやってみて。これは show you. I'll show you the differences. I'll show you how to pronounce. っていうのと、I'll teach you how to. そう、同じだけど、このやってるのが見せてるのと違う感じがします。ね、で、今度は、そうですね、ここにいろいろ挙げときました。Could you teach me how? Could you show me how? これ使ってください。なんか教えてもらいたいことあったら、Could you teach me how? Could you show me how? ね。ちょっとゴルフとかね、よくゴルフわかんないの。あ、could you teach me how? ね、
とかよく使う。Could you show me how? ね、こうパッパッパッとね、はい、ハートが。I don't really like, you know, it's kind of a driver is okay, but putt, putt, maybe it's difficult. So then, oh yeah, I can teach you how to putt in this. すごい親切ですね。そう。そうそう、ショーミーの方がやってみせなきゃいけないですね。ね。なんかほら、昔福沢諭吉がね、やってみて、やらせてみせて、褒めて使わすとかね、言いました。ね。やっぱりやってみて、やらせてみて、で、よくできたねっていうのが一番教育ではいいと。ね、言われてます。ですから英語にもその言葉がちゃんとありますので、ね、それから、その時ね、I'll teach you how, I'll teach you how, I'll show you how、ね、よく使います。それから、この下ですね、I'd like to show you how、私が教えたいんだけど、自分から I'd like to show you how, I'd like to teach you how、ね、そのもうちょっと砕けた感じだと、Let me show you, Let me teach you how, Let me show you how。っていうちょっとやってみようかってね。あ、やってみよう。Let me show you how. っていうのが気楽な感じですね。Is that maybe right? So maybe pronunciation practice from number one. Is that okay? Okay. キャサリンの後について皆さんやってみてください。Could you teach me how? Could you show me how? I'll teach you how. I'll show you how.I'd like to show you how. I'd like to teach you how. Let me show you. Let me show you how. All right. 大丈夫でしたか皆さん。Thank you, Catherine. では次のところに入っていきましょう。と言いながらここ終わりました。で、ここまで理解して、あ、なんか質問がなければですね、これからもう一度ですね、同じ、ビデオをやりたいと思います。ね。そしてそこではシャドウィングというのがあります。で、今まで皆さんもキャサリンの後について繰り返して言ったと思います。今度はこのビデオの後、日本語の日子さんの声が入っているところ、もう意味が分かっているところがあると思うので、それを、繰り返してやってみてください。いいですね。ではそのビデオを今からスタート。5-step listening. Welcoming foreign co-workers to Japan. 外国から出張で来た同僚に日本を案内。 Skip 3. Japanese culture. 日本の文化。 First step. Can you show me around the shrine, Hiroshi?I don't understand what to do. Sure. Let me show you. First, be sure to wash your hands and mouth. Please don't drink the water, though. Okay. Now what do we do next? I'd like to show you how to pray. Is that okay? Of course. Please do. Second step. Can you show? 見せていただけますか?Me, 私に around 周辺を the shrine 神社の Hiroshi I don't understand 私はわからないわ what to do 何をしたらよいか sure いいですよ let me 私にさせてください sure 見せることを you あなたに first まず be sure 必ずしてください to wash 洗うこと your hands and mouth あなたの手と口を please お願いします don't drink 飲まないでください the water水をどうでもね Okay わかったわ Now さあ What 何を Do we do 私たちはしたらいいですか Next 次に I'd like 私は望みます To show 見せることを You あなたに How to pray お祈りの仕方を Is that それはありますか Okay 大丈夫で Of course もちろん Please お願いします Do してください Third step
Can you show? 見せていただけますか? Me? 私に Around? 周辺を The shrine? 神社の Hiroshi? Hiroshi? I don't understand. 私はわからないわ。What to do? 何をしたらよいか。Show. いいですよ。Let me. 私にさせてください。Show. 見せることを You. あなたに First. まず Be sure. 必ずしてください。To wash. 洗うこと Your hands and mouth. あなたの手と口を Please. お願いします。Don't drink. 飲まないでください。The water. 水を Do. でもね。Okay. わかったわ。Now. さあ What? 何を Do we do? 私たちはしたらいいですか? Next. 次に I'd like. 私は望みます。To show. 見せることを You. あなたに How to pray. お祈りの仕方を Is that? それはありますか? Okay. 大丈夫で Of course. もちろん Please. お願いします。Do. してください。Fourth step. Can you show me around the shrine, Hiroshi? I don't understand what to do. Sure. Let me show you. First, be sure to wash your hands and mouth. Please don't drink the water, though. Okay. Now what do we do next? I'd like to show you how to pray. Is that okay? Of course. Please do. Fifth step. Can you show me around the shrine, Hiroshi? I don't understand what to do. Sure.Let me show you. First, be sure to wash your hands and mouth. Please don't drink the water, though. Okay. Now what do we do next? I'd like to show you how to pray. Is that okay? Of course. Please do. さあ、皆さんどうでしたか?今のポイントをつかみながら、シャドウィングやっていただいたでしょうか。このシャドウィングしてると本当にね、よく話せるようになりますので、やってみてください。で、今、キャサリンにもやっていただいた、青とエオの発音ね。まあ、ニチコさん、まだ難しいと思うんですね。でも、まあ、今度ね、SH の発音についろいろ言いますが、青で、ライスだと食べるご飯、ライスだと虫の白身になります。ホワイン、ね、フリーと同じような。フリーターの飲みと同じようなやつでしょ。あ、はいはいはい、そう、そういうふうになっちゃいます。なので、そう、そうなんだよね。そういうふうに言われてるけど、僕も見たことないんですけど、多分、そういうのと一緒食べられないですよね。そう、気をつけてください。そうですね。ご飯の話してるのに白身の。ね、さすがに気がつくだろうけれども、ちょっとね、怖いです。では、これからですね、今度話す、今シャドウィングやりましたから、そのままスピーキングのレッスン、に入ります。では、スピーキングやってみましょう。OK? では、行きますね、もうちょっとしたら始めますよ。では、聞いてみて、見てみてください。OK? Let's get started! Four-step speaking.Welcoming foreign co-workers to Japan. 外国から出張で来た同僚に日本を案内。Skip 3. Japanese culture. 日本の文化。1. First step. Jinja のあたりを見せていただけますか?私はどうしたらよいのかわかりません。Can you show me around the shrine? I don't understand what to do. Second step. 見せていただけますか? Can you show? 私に Me? 周辺を Around? 神社の The shrine? 私はわかりません。I don't understand.何をしたらよいのか? What to do? Third step. 見せていただけますか? Can you show? 私に Me? 周辺を Around? 神社の The shrine? 私はわかりません。I don't understand. 何をしたらよいのか? What to do? Fourth step. 神社のあたりを見せていただけますか?私はどうしたらよいのかわかりません。Can you show me around the shrine? I don't understand what to do. 2. First step. あなたにお見せしましょう。Let me show you. Second step.私にさせてください。Let me. 見せることを。Show. あなたに。You. Third step.
私にさせてください。Let me. 見せることを。Show. あなたに。You. Fourth step. あなたにお見せしましょう。Let me show you. Three.First step. まず手を洗って口をすすぎます。でも水を飲まないようにしてくださいね。First, be sure to wash your hands and mouth. Please don't drink the water though. Second step. まず First, 必ずしてください。Be sure.洗うことを To wash あなたの手と口を Your hands and mouth お願いします Please 飲まないでください Don't drink 水を The water でもね Though Third step まず First 必ずしてください Be sure 洗うことを To wash あなたの手と口をYour hands and mouth. お願いします。Please. 飲まないでください。Don't drink. 水を。The water. でもね。The fourth step. まず、手を洗って口をすすぎます。でも、水を飲まないようにしてくださいね。First, be sure to wash your hands and mouth. Please don't drink the water, though. Four.First step. 私はあなたにお祈りの仕方を見てもらいたいです。それは大丈夫ですか? I'd like to show you how to pray. Is that okay? Second step. 私は望みます。I'd like 見せることを to show あなたにYou. お祈りの仕方を How to pray. それはありますか? Is that? 大丈夫で Okay. Third step. 私は望みます。I'd like. 見せることを To show. あなたに You. お祈りの仕方を How to pray. それはありますか? Is that? 大丈夫で Okay. Fourth step.私はあなたにお祈りの仕方を見てもらいたいです。それは大丈夫ですか? I'd like to show you how to pray. Is that okay? はい、皆さんどうでしたか?分かってきたかなと思います。で、これでこうやって話せるようになるとね、上達します。ぜひですね、どんどん続けてください。では、これからですね、メンバーズの会員の時間になります。皆さんもぜひですね、これを続けてください。ね、よろしくお願いします。では、これから会員に切り替わりますが、Stay tuned。どうぞ続けてください。お願いします。はい、ではこれから会員の時間になりました。ハロー。そう。ではこれから会員用ということで皆さんにお伝えしていきます。で、最初のストーリーとまたちょっと違うストーリーを実は用意してあります。今度は、ハンガーをね、買うお話なんですけど、100円ショップで買えるよっていう話をします。なかなかハンガーってスーパーになかったり、そうですね、日用品でも結構なかったり、ね、なかったりしますよね。でも実は結構日本の100円ショップ、単店ショップというのは結構いっぱい品揃えだし、そうですね、豊富ですね、豊富な品揃えと、あとアイデア商品も結構あったし、これいいじゃないってね、すごくアイデアのある商品結構多いですよね。なのでそれについての、お話がここに用意されています。ぜひ、皆さんもこれを、掴むようにしてください。では、ハンガーの話始めます。 OK? Stay tuned、OK? ちょっと待ってね。 OK? Let's get started! OK?
five-step listening. Welcoming foreign coworkers to Japan. 外国から出張で来た同僚に日本を案内。Skip four. Could you tell me where? どこにあるのか教えていただけますか? First step.Could you tell me where I can buy clothes hangers, please? You can buy them at the 100 yen shop. But I already have a lot. I can give you some if you'd like. That would be so helpful. Thank you. And do you know where the nearest post office is? I need to send a package home to America. It's across the road from the train station on the west exit side. Okay, I'm sure I'll find it. Do you need help? Should I come with you?It's okay. I think I can manage. Thank you. Second step. Could you tell? 教えていただけますか? Me? 私に Where? どこで I can buy? 私が買えるのかを Clothes hangers? 洋服のハンガーを Please? お願いします。You can buy? あなたは買えますよ。Them? それらを At the 100 yen shop. 100円ショップで But? でも I already have. 私はすでに持っています。A lot. たくさんを I can give? 私は差し上げられます。You? あなたに Some? いくらかを If? もしも You'd like? あなたがお望みなら That would be? それはなるでしょう。So helpful. とても助けに Thank you. ありがとうございます。And, そして Do you know? あなたは知っていますか? Where? どこに The nearest post office is. 一番近くの郵便局があるのかを I need to send. 私は送る必要があります。A package. 小包みを Home. 実家に To America. アメリカの It's. それはあります。Across. 渡ったところに The road. 道を From the train station. 駅からの On the west exit side.西口側に。Okay. わかりました。I'm sure. 私は確かです。I'll find. 私が見つけるだろうと。It. それを。Do you need? あなたは必要ですか? Help. 助けが。Should I come? 私は行った方がいいですか? With you? あなたと一緒に。It's. それはあります。Okay. 大丈夫で。I think. 私は思います。I can manage. 私はなんとかできると。Thank you. ありがとうございます。Third step. Could you tell? 教えていただけますか? Me? 私に Where? どこで I can buy? 私が買えるのかを Clothes hangers? 洋服のハンガーを Please? お願いします。You can buy? あなたは買えますよ。Them? それらを At the 100 yen shop. 100円ショップで But? でも I already have. 私はすでに持っています。A lot. たくさんを I can give. 私は差し上げられます。You? あなたに Some? いくらかを If? もしも You'd like. あなたがお望みなら That would be? それはなるでしょう。So helpful. とても助けに Thank you. ありがとうございます。And? そして Do you know? あなたは知っていますか? Where? どこに The nearest post office is. 一番近くの郵便局があるのかを I need to send. 私は送る必要があります。A package? 小包みを Home? 実家に To America? アメリカの It's? それはあります。Across?渡ったところに The road 道を From the train station 駅からの On the west exit side 西口側に OK わかりました I'm sure 私は確かです I'll find 私が見つけるだろうと It それを Do you need? あなたは必要ですか Yep 助けが Should I come? 私は行った方がいいですか With you? あなたと一緒に It's それはあります OK 大丈夫で I think 私は思います I can manage 私はなんとかできると Thank you ありがとうございます Fourth step Could you tell me where I can buy clothes hangers, please? You can buy them at the 100 yen shopBut I already have a lot. I can give you some, if you'd like. That would be so helpful. Thank you. And do you know where the nearest post office is? I need to send a package home to America. It's across the road from the train station, on the west exit side. Okay, I'm sure I'll find it. Do you need help? Should I come with you? It's okay. I think I can manage. Thank you. Fifth step. Could you tell me where I can buy clothes hangers, please? You can buy them at the 100 yen shop. But I already have a lot. I can give you some.If you'd like. That would be so helpful. Thank you. And do you know where the nearest post office is? I need to send a package home to America. It's across the road from the train station on the west exit side. Okay, I'm sure I'll find it. Do you need help? Should I come with you? It's okay. I think I can manage. Thank you.はい、皆さんどうでしたか? Thank you! Thank you! So, thank you for watching! So, どうでしたか? 今回の話はまた全然ね、さっきの、お話とは全然違う内容でした。ただ、やっぱ外国人を、助ける、ね、お助けすること、それから、オファーとリクエスト
ね、オファーストリクエストを使っているところは変わりません、ね、それでやっていきます。で、今度はですね、今度は中の解説を、どんどん時間も迫ってきてますのでしたいと思います。ぜひ皆さんついてきてください。いきますね。画面ちょっと切り替わりました。外国から来た同僚に日本を案内。 Welcoming co-workers、Welcoming foreigner co-workers to Japan。 外人の同僚を日本に案内するというところです。で、Could you tell me where? ということで話が進んでます。で、これずっと話がしてここまで見てみてくださいね。I can give you、some if you'd like、ね、これは使ってますね今回ね。I can give you なんとか if you'd like、ね、if you'd like some、ね、if you'd like、mm-hmm. if you'd like ね、もしお望みでしたら if you'd like、 これよく覚えておいてくださいね。次ですね、 I can teach you how to ski if you'd like、これですね、あのスキーもし打ち方を教えたかったらよかったら教えますよとかね。 I can ask him、 彼に頼みますよ if you'd like、ね、これよく、使われて、います、使われる言い方です。でね、あの何かしますよっていうオファーの時にあなたお望みでしたらと、ね、あなたが望むんだったらお望みでしたらしますよっていう、もしよかったら日本だともしよかったらしますけどっていうそんな言い方になります。So maybe could you just read? Thank you. I can give you some if you'd like. I can teach you how to ski if you'd like. I can ask him if you'd like. というような言い方があります。ね、これちょっと進みますね。Isn't it? みたいな感じですか？Isn't it?Isn't it? ね、そうで違うかしらみたいな感じなんだけど、そうじゃなくて、あの、もしよかったら、If you'd like、 あなたが望むんだったら、しましょうか。しましょうか、そうそうそう。例えば、I'll do it for you だけ言ってもいいけど、はい、いいけど、If you'd like、ね、望んでたら。もしかして嫌かもしれないじゃん。ありがたみえるかもしれない。そう。あの、もしもあなたが、これは本当にコンディションなんですかね。If you'd like、ね、もしもあなたが望んでるならしますけど、うん、断るときも断れる。ああ、that's okay because I can do it by myself とか、うん、I can manage、 言いやすい、すごく、はい、あのお望みだったらしましょうか、だから望んでなかったら しなくていいですね。だそういう意味ではすごくて、it's a pride, right? So、うん、so、で次行きましょう、バンバン行きますね。ここの中でリズィが That would be so helpful, thank you. That would be so helpful, thank you. というのがあります。で、これは、That would be というのは、そうしてくださると、いいんですけどという言い方になります。That would be、はい、うん、これを、皆さんの中で、こう掴んでいただければなと思います。So Catherine, could you just read this sentence only? Yep. Okay.That would be so helpful. Thank you. という言い方あります。さあ、次のページ、ね、どんどんと行きたいと思います。次に来ました。ちょっとね、隠れちゃっていますね。And do you know、where the nearest office is?、ね、あ、post office is、ね。Where the nearest post office is?、ね、do you know? And do you know? あなた知ってるかしらと。ね、Where the nearest post office is? 一番近い。Nearest というのは一番近いポストオフィスね。はい、どこですかというのになります。で、この言い方と近いので、Could you tell me、where the 何とか何とか is?、ね、where the nearest post office is?、うん、とも言えます。Could you tell me 教えてくれないかしらっていうね、言い方で。これちょっとね、書き方がおかしいので、これ、このね、がっていうのはこれ手前行きます。で、where と is の間が空いてます。where is the nearest post office is になってますね。はい、これちょっとあの書き方がおかしいです。ので、こういうふうになります。はい、ね、あの皆さん、これも、掴んでおいてください。ね、could you tell me to do you know? Do you know あなた知ってるかしら、ね、could you tell me? と言ったら丁寧に言うという、ね、言い方になります。それから、nearest と closest。近く、一番近い。close っていうのは、クローズって閉めるじゃないですか。はい、クローズっていうのは近いっていう。近い。うん、He's my close friend とも言いますし、It's closer とかね。It's close to なんとか。
人は近いっていうね。それから次ですね、それだけかな。それで私が今発音注意して書いたのは、クローズ、ね、クローズじゃないです。クローズは、閉める、ね、なりますので、そこの違いがあります。はい、OK。Maybe... Yeah, could you just read this?、うん、Do you know where the nearest post office is? Could you tell me where is...Nearest, closest, near, close. So close. So close. So important. Close. 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 Close.さあ皆さんどうでしたでしょうね。これ私のポイントとして挙げさせていただきましたね。あのクロースっていうのも近いってね、あのそういえばカーペンターズの歌のクロースとユーって歌があってね、 Say long to be close to you って知らない、クロースとユー知らないかな、古すぎたかなちょっとそう、次行きます。ヒロシのところでこれね、場所を説明してるのね。It's across the road from the station、ね、ここまでまず覚えてください、ね、It's across the road、 across というのは道路を挟んだ向かい、 across のクロスと同じですね。 Across the street from the train station、 だから道で、あの、電車の駅から道を挟んだこっちですよ、うんうん、We have a road with our station、Across the road、うん、or down here、うん、Across the road、 Cross road、 ね、あの道の反対側はどこでも入ります。でも、うん、こっちのさ、 Not this side、 On the other side、うん、っていうことになります。で、そして On the west exit side、 ね、西口側にありますと、ね、On the west exit side、 ね、っていうふうに説明、要するになぜかというといっぱいあって分かんないから、その西口側なんだよと、うん、いうふうになりますね。あの日本なんか特に駅がでかいでしょ、ね、そのそれだけで多分新宿なんか説明がつかないでしょ。出口がいっぱいあります、うん、新宿 it's more this is kind of too difficult, it's still difficult to find、 迷路ですよね、迷路、うんうん、そう、なんかこれがあって、だいたいほら、ね、緑の窓口のそばとかね、 あとはキオスクの前とかね、あの改札、はい、あのティケットゲイツのそばとかね、うん、そういう言い方しますね。さあ、そんなのがよく使います。そして次行きましょう、ここで私がパッと思ったのは、場所を表すフレーズちょっとね、やったらいいんじゃないかなと思いました、うん、そうで、分かりづらいです、うん、分かりづらいですか、覚えるのが大変です、うん、例えば It's across from the station っていうと、うん、The road が取れただけだからね。 It's across from the station、反対側で、あのあと同じ言い方で opposite it's opposite the station ね、 opposite drugstore したら、あの薬局のドラッグストアの反対側ね、 opposite ダイソー、ダイソーの反対側ね、こういうふうになる。これは反対側で、こっちは向かい側、それも同じです。ほとんど日本、道路を挟んでる、道路があることが前提、前提、はい、ロードがあるね、これが前提です。それから in front of ってのはその前、真ん前ってことです。よく日本人がほら、東洋区がなんか銀行の前ですって言って反対側だったりするじゃないですか。あ、はい、そうじゃないです。銀行の前って言ったらその前になります、はい、in front of the face, the front、うん、in front of、right? うん、good、 so、 あとよく見ますね、 next to、 next. うん、she's sitting next to me、 so Nichiko is sitting next to me、Catherine is sitting next to meね、next to each other とかね、言います。さあ、もう一つ、between、ね、between は大事です。A and B。So、I'm sitting between Nichiko and Catherine っていう言い方になります。さあ、皆さん、これを、覚えておいてください。ね、じゃあ、ちょっと先に進みますね。次に、ここになります。主題歌やりましたね。
シュートっていうのはちょっと見えないですね。シュダイカムウィズユーっていうと、あなたと一緒に行った方がいいっていう言い方ね。シュダイカムウィズユーね。シュートっていうのは何々すべきですか、した方がいいですかねって聞いてます。で、この時にシュダイ、もちろんオファーするシュダイって大事です。で、シュダイカムウィズユー、シュダイ、例えば本当に必要なのかなってね。And do you need to meet there とかね。So maybe to be there とか。あの、シュダイ、come with you っていうのはすごくした方がいいですかね、なんか私のこと必要っていう言い方になります。 So、what? Something? 大丈夫、okay. うん、そうで、ここの、大事なポイントね、今日皆さんすごく大事なポイントがあります、come と go の違いね。で、今日ね、あの、この打ち合わせを僕はしてて、キャサリンとしてて、すごく、ね、面白いと思ったのは、日本の方が、はい、go と come が strict、厳しいよって言ったんですよね。日本語の方は。でも日本人そんな風に思ったことないよね。go と行くと来るが、そんなに確実に違ってると思わない。はい、逆に英語の方が、この時は come 使って、この時は go で、なんで違うの、うん、例えば、今そこにドアがありますけど、someone is knocking、knocking、oh, I'm coming って言う。英語だ。入ってきていいよ。うん、じゃない。私そこに行くから。ああ、行く。そう、行くのに I'm coming っていう。難しい。おかしいでしょ。日本人からさ、グングン、ノックノックって言ったら、ああ、そっち今行きますよって言うじゃない。はい、まだ入れないんだったら、はい、今行きます。違う、I'm coming。なぜなら。そう、じゃあ宅配とか来てて、うん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 、あ、今出ますね、I'm coming。 そう、うん、ほうほう、 I'm coming、 どう、まあそれだったら、うん、まあ、自分が行くってことですね。でも coming ですか、coming、 来る、うん、来ますよって言うんだろう。まあ、ほら、日本も地域によったらさ、関西だってさ、はい、じゃあ今度行きますって寄らせていただきます。あ、言います。まあ、いろんな言い方あるじゃない、はい、だからそういう違いっていう考えもあるけど、一つ大きな違いはトントンと音がしていて、そこに大事なというか、その対象の人がいるから、はい、私が来ますからって、うん、I'm coming、 so、 near you、 そうっていうことな。相手主体ってことですか。そうそう、視点が、英語の場合は見たところによって変わっちゃうわけ。こう、うん、見ているところがもうタン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 なったら、そこが舞台なのそう、そこがステージなの。はい、ここは、まあ、アウトサイド。そう、だから、I'm coming って言ったわけ。そう。Is that right? It's much more interchangeable, I think, than the Japanese. So. This time, Japanese is more difficult than English. 彼女は日本語の方が難しいって。日本語はね、日本人からすると簡単でしょ、まあ、来るは必ず来るだし、行くは必ず行くだ。でも、キャサリンに言ったら、って。うん。I'd get confused a lot in the Japanese. 皆さん、頑張りましょう。ね。自信持って。そう。Even Catherine is confused. So, in Japanese. いつも難しいって思って。そう、だから僕らと反対なね、イメージで。コンコンコンってなったら、でも、確実に向こうが主体なんですよ。なので、そこで音がしてるし。だからそこがステージになるから、私は神。その人に対して、あの神。だって、自分じゃなくて聞いてもらいたいのはその人だね。っていう言い方ありますね。はい、あと、よく、ここにいろいろ私書いてきました。I, なんと、Are you coming with me? とかって書いてあったじゃない、はい、ね。例えばさ、そうだな。なんかコンサート行くじゃん。はい、ね、コンサートに行く。でも、あ、西子さん、あのコンサートして、僕チケットあって行くんだけど、例えばマイクジャクソン、まあ、もういないから、じゃあレディガーがね、行くんだけどっていう話をして、で、あ、それ行く、もしかして一緒に行かないとか言うじゃん、はい、ね、はい、英語じゃ言わないんですよ。一緒に行かないっていうと、よりも、Are you coming? Because I've got a ticket、はい、Are you coming with me? I'm going. 来ない、来ない、うん、Are you coming? Are you coming? ね、その時は、そう、来ないって、僕はもうすでに行くから、はい、カミング来ないっていう、日本はあ、あ、西子さん一緒に来いよ、はい、うん、行く、うん、行くんだよ、ゴーなんだけど、ゴーは例えば、あ、誰かがそこでなんかコンサートやってるよと、はい、じゃあ、え、どうする、行くって言った時はお互いに今決めてるから、僕レッツゴーね、一緒に行くわけ、うん、together、 そう、一緒に行くわけ、レッツゴーだけど、だから、
秋葉原で困ってた人がいる、はいはい、外国人それが come with me、はいはい、そう、その時はこっちに私と一緒に来ない、うん、で行こうとは言わない、はあ、うん、難しい慣れないですね難しい、その感覚、感覚がだから自分が行くから Would you like to come with me? Come with me、うん、これ自分が今度主体になってるわけじゃん、はい、うん、それはでもね、慣れてくるとできるんだって、うんうん、Catherine, in Japanese is more difficult? I think so. I get confused with the Japanese. I try and use the same way of thinking for the English, for the Japanese. And my teacher says, it's wrong, other one. Why?I don't understand. ああ、キャサリンさんからしたら一緒に行こうよっていうのもなんか、うん、どっちってなってるんですね。そうそう、うん、行こうって言って日本人は行こうって訳しちゃうから、はい、Go だと思っちゃう、はいはい、でも一緒にだから I'm going とは自分は行くんですよ、はい、I'm going would you like to come with me、はい、ってなると come なるわけ、はい、で一緒にあ行こうよとかね、一緒に行かないって言うじゃん、ね、はい、一緒に行かないって言ったら Are you coming with me ってなっちゃう、はい、今度一緒に来ないっていう、あ、まあ日本語でもするか、一緒に来ない、まあ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 、まあ、自分家に来ないっていう言い方になるよね、来ないっていうとね、 No, with the Japanese it's kuru when it's you're already here at that place、yeah. You're not moving in English it doesn't, you don't need to be already at that place、right? そう、自分が来るっていうその中になりますね、うん、じゃあ Let's practice more、うん、じゃあ practice this, are you coming with me and somethingDo you think it's, yeah, maybe. Sorry, my liking is terrible, but... じゃあ、キャサリンの、後について皆さん繰り出してみてください。Okay. Are you coming with me? I'm going to the bank. Would you like to come with me? Do you know there's a concert at Ueno Park? Will you go? Thank you. ね、この場合、コンサート上野上の声になるってなるんだって、日比谷公園でよくやってるじゃん、日比谷野外とかね、で西子さん知ってる、ああ知ってる知ってるって話なんだ、じゃあ行くっていう時は僕が行くかどうかじゃなくて西子さん行くっていう時は Will you go、 どっちでもいいよ、僕が行くも行く、でも僕はああ Yes I've got two tickets Would you like to come with me? Would you like to come? ってことは来るんだろう。そしてドアが鳴ったら I'm coming それが英語なんです。うん。うん、そう、まあ面白いっちゃ面白いでしょ。はい。こんがらがりますね。ああ。I think we can study more about this in the future as well.、うん、いや、もっとね、キャサリン見てみんなでもっとやっていこうってこと。うん、キャサリンにももしかしたらいい勉強になるかもしれない。キャサリンもこの日本語、ああ、そうか、日本語こんなにみんな分かんないんだと思うと、あ、私も英語を話すからこういうところがちょっとっていうのは、うん、こう比べられて面白いかもしれない。ね、まるで逆の考え、そうです、ね、だからキャサリンからしたらコンコンってなって今行きますっていうのが分かんないんだよ、はい、なんで行くってゴーっていうのって I'm going, じゃあ going, going だとそっちに行っちゃうそうそうそう、カンカンって言って I'm going したら Shut up! Don't go! そう、感覚がそうなんだ、西子さんちょっと またこれからもねやりますので、はい、今までなんか言ってたことが間違ってたかもしれないですね。そうなんですよ、うんうんうん、さあそれでは、これまでを踏まえて、ちょっと待ってね、私はビデオを選びますが、今度は、ハンガースのね今の話、ちょっと話がいろいろありました、同じこのお話はい、皆さん、このね、同じお話の今度はシャドウィングやります。シャドウィングね、覚えておいてください。シャドウィングは、どういうふうにやるかというと、前も言ったように、いつも言ってるように、セカンドステップとサードステップに笠原役という日本語役がありますから、そこに英語を皆さん、その直前のキャサリンとか僕が喋ってる英語を入れていってください。それだけでいいですからね。ぜひそれでは、やってみましょうね。ちょっと待ってくださいね、では行きますよ。 OK, ready, go! Five step listening.
Welcoming foreign co-workers to Japan. 外国から出張で来た同僚に日本を案内。Skip 4. Could you tell me where? どこにあるのか教えていただけますか? First step.Could you tell me where I can buy clothes hangers, please? You can buy them at the 100 yen shop, but I already have a lot. I can give you some if you'd like. That would be so helpful. Thank you. And do you know where the nearest post office is? I need to send a package home to America. It's across the road from the train station on the west exit side. Okay, I'm sure I'll find it. Do you need help? Should I come with you?It's okay. I think I can manage. Thank you. Second step. Could you tell? 教えていただけますか? Me? 私に Where? どこで I can buy? 私が買えるのかを Clothes hangers? 洋服のハンガーを Please? お願いします。You can buy? あなたは買えますよ。Them? それらを At the 100 yen shop. 100円ショップで But? でも I already have. 私はすでに持っています。A lot. たくさんを I can give? 私は差し上げられます。You? あなたに Some? いくらかを If? もしも You'd like? あなたがお望みなら That would be? それはなるでしょう。So helpful. とても助けに Thank you. ありがとうございます。And そして Do you know? あなたは知っていますか? Where? どこに The nearest post office is. 一番近くの郵便局があるのかを I need to send. 私は送る必要があります。A package. 小包みを Home. 実家に To America. アメリカの It's. それはあります。Across. 渡ったところに The road. 道を From the train station. 駅からの On the west exit side.西口側に。Okay. わかりました。I'm sure. 私は確かです。I'll find. 私が見つけるだろうと。It. それを。Do you need? あなたは必要ですか? Help. 助けが。Should I come? 私は行った方がいいですか? With you? あなたと一緒に。It's. それはあります。Okay. 大丈夫で。I think. 私は思います。I can manage. 私はなんとかできると。Thank you. ありがとうございます。Third step. Could you tell? 教えていただけますか? Me? 私に Where? どこで I can buy? 私が買えるのかを Clothes hangers. 洋服のハンガーを Please? お願いします。You can buy? あなたは買えますよ。Them? それらを At the 100 yen shop. 100円ショップで But? でも I already have. 私はすでに持っています。A lot. たくさんを I can give. 私は差し上げられます。You? あなたに Some? いくらかを If? もしも You'd like. あなたがお望みなら That would be? それはなるでしょう。So helpful. とても助けに Thank you. ありがとうございます。And? そして Do you know? あなたは知っていますか? Where? どこに The nearest post office is. 一番近くの郵便局があるのかを I need to send. 私は送る必要があります。A package? 小包みを Home? 実家に To America. アメリカの It's? それはあります。Across?渡ったところに The road 道を From the train station 駅からの On the west exit side 西口側に OK わかりました I'm sure 私は確かです I'll find 私が見つけるだろうと It それを Do you need? あなたは必要ですか Yep 助けが Should I come? 私は行った方がいいですか With you? あなたと一緒に It's それはあります OK 大丈夫で I think 私は思います I can manage 私はなんとかできると Thank you ありがとうございます Fourth step Could you tell me where I can buy clothes hangers, please? You can buy them at the 100 yen shopBut I already have a lot. I can give you some if you'd like. That would be so helpful. Thank you. And do you know where the nearest post office is? I need to send a package home to America. It's across the road from the train station on the west exit side. Okay, I'm sure I'll find it. Do you need help? Should I come with you? It's okay. I think I can manage. Thank you. Fifth step. Could you tell me where I can buy clothes hangers, please? You can buy them at the 100 yen shop. But I already have a lot. I can give you some.If you'd like. That would be so helpful. Thank you. And do you know where the nearest post office is? I need to send a package home to America. It's across the road from the train station on the west exit side. Okay, I'm sure I'll find it. Do you need help? Should I come with you? It's okay. I think I can manage. Thank you.ハロー、皆さんどうでしたか、練習できましたでしょうか、まあね、このちょっと短い、ね、ダイアログの中にも大事なことってたくさん詰まっていること分かったと思います。それを意識してですね、シャドウィングをしていただくと、上達すると思います。やっぱりいろんなことが書かれてるんだなってね、そこで掴んでください。でそのシャドウィングすることによってそれが掴まれてきます。
ただですね、カムとゴーの差はまだ皆さんに難しいかもしれない。でも、印象的にはカムはこう近づいていく。Come closer ね。I mean closer。で、Going は離れていく。だから、誰かがトントンってノックして、I'm going って言ったら、I'm leaving と同じなの。ごめんね、バイバイって感じなの。うん。あの、こっちは、あの、なんていうのかな。あの、Coming っていうそこに行くんだったら、Going ってもうその印象がダメなの。もうそれが受け付けられない。近く、I'm coming close to you。I'm coming close to you ね、close to you ということで、あなたのそばに行くんだ。うん。カムは近づく。近づく。で、ゴーが離れる、離れる、離れるっていう印象があるのも、結構大事なことですね。あの、すごく基本的な動詞じゃないですか、カムの方もね、はい。だからよく使われるんですよ。なんか例えば痛みがね、ズキズキする。はい。ああ、it comes and goes。うん。うん。comes っていうのは痛みが来るわけ。来る。はい。で、近くに来る。で、はい、goes と離れていく。ってこと言っちゃうってことになるわけね。そういうのよくあの使うじゃないですか。だから外国でよく使います。で、キャサリンに言うとそれは日本の、カムとあの行くと来るが難しい、はい、で日本人の西子さんに言うと英語のカムとゴーが難しい、難しい。でもまあ、あの印象として思っててください。あの近づいてくるのにゴーっていうのはおかしいんじゃない、うんうんうん、と日本人はゴーでも自分が行くんだったらゴー使うけど、はい、あの近づくのにゴーっていうのうんって外人はうまいと思うんです、はい、離れるのにカムはえへって思っちゃう、うんうん、それが、外国人の印象なんていうのかな、もう受け入れられないわけ、はい、You can't accept if it's so coming, coming closer, getting closer and say going、うん、So it's, it doesn't go together、うん、Opposite meaning, forcing it, it's not gonna work. そう、あのキャサリンからするとそれが反対、じゃあ、うん、その建物、まあまあ、なんだっけ、スカイツリーに近づくっていうのは、ゴー、カム？もし自分がスカイツリーに行くんだったら、自分はここに行くじゃない、はい、ゴーイン。あ、行く。あ、ここからの話で、例えば、スカイツリーで友達が、ああ、西子さん、I'm at the, like, at the bottom of the sky tree, would you like to come? はい。ああ、来てね。そう、で、そしたら、Yes, I'm coming.I'm going to Sky Tree. Would you like to come? Mm-hmm. Mm-hmm. Come with. So. 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 So.だけどもう一人いてこう行くわけ、これ神、これが GO だったらこう離れることになっちゃう。そこが意味合い的におかしい、ね、意味合い、そうだから外国人はそれダメダメダメ、それは受け入れられないと、うん、それ違うじゃん、待ち合わせしてるのに離れてるのってなっちゃうんですね。そう、あ、例えば Would you like to come? って西子さん言って I'm going Where? Where are you? 嫌いなのって言って、そんな印象になりますね。あの、じゃあまたこのまとめに、スピーキングをやりたいと思います、はい、このスピーキングをですね、やっていきますので、皆さんは、これで掴むようにしてください。いいですね、それではスピーキングプラクティスいきます、Let's get going, OK? Five-step listening. Welcoming foreign co-workers to Japan. Four-step speaking.Welcoming foreign co-workers to Japan. 外国から出張で来た同僚に日本を案内。Skip four. Could you tell me where? どこにあるのか教えていただけますか ?One. First step.
どこで洋服のハンガーが買えるのか教えていただけますか? Could you tell me where I can buy clothes hangers, please? Second step. 教えていただけますか? Could you tell? 私に Me? どこで Where? 私が買えるのかを I can buy 洋服のハンガーを Clothes hangers お願いしますPlease. Third step. 教えていただけますか? Could you tell? 私に Me? どこで Where? 私が買えるのかを I can buy 洋服のハンガーを Clothes hangers. お願いします Please. Fourth step. どこで洋服のハンガーが買えるのか教えていただけますか?Could you tell me where I can buy clothes hangers, please? 2. First step. もしお望みでしたら、いくらか差し上げますよ。I can give you some if you'd like. Second step. 私は差し上げられます。I can give あなたに you いくらかを some もしも if あなたがお望みなら you'd like third step 私は差し上げられます I can give あなたに you いくらかを some もしも if あなた you'd like fourth step もしお望みでしたらいくらか差し上げますよ。I can give you some if you'd like. 3. First step. 一番近い郵便局がどこにあるのか知っていますか? Do you know where the nearest post office is? Second step.あなたは知っていますか? Do you know? どこに Where? 一番近くの郵便局があるのかを The nearest post office is Third step あなたは知っていますか? Do you know? どこに Where? 一番近くの郵便局があるのかを The nearest post office is Fourth step一番近い郵便局がどこにあるのか知っていますか? Do you know where the nearest post office is? 4. First step. それは駅の西口の道路を挟んだ向かい側にあります。It's across the road from the train station on the west exit side. Second step. それはあります。It's 渡ったところに Across 道を The road 駅からの From the train station 西口に On the west exit side. Third step.それはあります。It's 渡ったところに Across 道を The road 駅からの From the train station 西口に On the west exit side Fourth step それは駅の西口の道路を挟んだ向かい側にあります。It's across the road from the train station on the west exit side. Five.First step. あなたは助けが必要ですか?一緒に行きましょうか? Do you need help? Should I come with you? Second step. あなたは必要ですか? Do you need 助けが help?
私は行った方がいいですか? Should I come? あなたと一緒に。 With you? Third step. あなたは必要ですか? Do you need? 助けが。 Help? 私は行った方がいいですか? Should I come? あなたと一緒に。 With you? Fourth step. あなたは助けが必要ですか? 一緒に行きましょうか?Do you need help? Should I come with you? ハロー、どうでした?皆さんね、だいぶ長い時間今日ね、やっていただいてありがとうございます。かなりポイントが詰まったレッスンでしたが、掴んでいただけたでしょうか。やっぱりね、一番ね、日本人の中で、このポイントと関係ないのはやっぱりカムとゴーのね、違い。うん、感は近づいていくと、語は離れていく。これは、覚えておいてください。それ、そうですね、そうですね。今日覚えることがいっぱいありますね。ありますけど、このビデオを何回も見てやってみてください。あと、ね、中にオファーとリクエストね、オファーとif you'd like、ね、あなたお望みでしたらしましょうかって、少しソフトな言い方、はい、などやりました。あと、let me show you とかね、I'd like to show you how とかね、can you show me how とかね。結構大事なフレーズたくさんありました。それから今日ロケーションもやりましたね。in front of とかね、between とかやりました。ぜひそれを掴んでください。それでは、see you next week, okay? See you! Bye bye! See you next week! See you! Good night! Good night! Have a good sleep! お疲れ様です。Okay. Yeah, have a good sleep! So, okay. Okay, bye!